バニラクッキー、早く目覚めて。君の真の力と二度目のチャンスが待ってるんだ。暗黒魔女クッキー様、忌々しい呪いから解き放たれ、本来のお姿をお取り戻しになられたこと、心からお祝い申し上げます。長い間ご苦労だったな、ザクロ味クッキー。目覚めた時に一番に見るのはお前の姿だということ、私は分かっていたぞ。一時はバニラキャッスルと呼ばれていたこの地、偽善にあふれた王と王国が消え去った今、ここにおられる暗黒魔女クッキー様こそがこの地の王にふさわしい。どうぞ取り戻したあなた様の力でこの地を闇へとお導きください。この地だけでは満足できない、英雄クッキーたちの魂を手に入れるのだ。全世界に散らばったソウルジャム、純度の高い生命のパウダーをたっぷり入れた宝、やっとこの手に取り戻せる時が来た。ピュアバニラクッキー、もっと深い闇に落ちるがいい。お前の力は私がもらう。暗黒魔女クッキーはどこだ。僕の威厳に恐れをなして逃げたんだよ。よかったよかった。クッキーのかけらさえ見えない。ここは一体どこなんだ。でもどこからか視線を感じるような、気のせいかな。ここにいたんだな、探したじゃないか。ブラックレーズ味クッキー、襲撃は始まった。ここにいるよそ者クッキーは私に任せて逃げるんだ。おい、木の上で透かしてるお前、一体何者だ。暗闇に目が慣れていないようだね。そんな鈍い目じゃ私の相手はできないよ。侵入者は村から出ていけ。ブラックレーザー味クッキー、あいつらすぐ目の前まで来てるよ。こいつは好都合じゃない。奴らと戦わせよう。どうせなら長期戦で頼むよ。え、どういうこと。で何も見えないよ。バニラアイスクリームだ。ちょっとたたた、歯が痛いよ。これ本当に食べられるの。岩みたいに硬いよ。我が民たちよ、なかなかの腕前だったぞ。君たちが勝つと思ってたもんね。当然でしょ、誰も僕らを止められないよ。でも本当にここはどこなのかな、怖いよ。お宝はどこだ。ここにしか見えないよ。みんなこれを見て、あいつらが落としたワッフルのかけらみたいだ。めっちゃ硬いな、クッキーとは少し違うような。これはワッフルロボットだ。おそらく光学魔法を結合することによって力を吹き込んだんだろう。こんなに複雑な方法は僕も初めて見るよ。もしかしてここがバニラ王国。周りを調査してみよう。暗黒魔女クッキーが僕らをバニラ王国に連れてきたってこと。きっとこっちだ。王の勘がこっちを指してるんだよ。遅くなってごめん、私がいるからもう大丈夫だ。よかった、みんな怪我は負ったけど無事に逃げてきたよ。忌々しいワッフルロボット、これで何回目だ。こいつめ、私たちを餌にしたんだね。お前らワッフルロボットはどうした。ほんとね、全部やっつけたんだ。
イラたちの村をめちゃくちゃにしたワッフルロボットを一度に倒したの？そんなバカな。お前ら、奴らの回し者か。あ？こいつ黙って聞いてりゃ。おいおい、外はサクッと、中はしっとりした僕らの手を見てよ。アイスクリームみたいに見える？確かに丁寧に焼かれたクッキーたちに見えるな。しかし、よそ者クッキーの言うことを簡単に信用できるか。お前らにテストを出す。どうぞ。自信あるもん。簡単だ。このパンを手に取れ。なんだよ、レース入りじゃねえか。この好き嫌いばかりの偏食野郎ども、やっぱり信用できないね。侵入者を追い出せ。レーズン発射。レーズン入りのパンなんて誰が食うか。あっちにテントがある。ひとまずあそこに逃げ込もう。やっと捕まえた。私らに追いつけるかな。待て、そっちに行っちゃダメだ。やめるんだ。あ、ヒーラージクッキー様。ここには患者がいるっていうのに何を騒いでいるんだい。ヒーラージクッキー、侵入者がこっちに逃げてきたんだ。ワッフルロボットがここに。そうじゃなくて、相手はクッキーだ。初めて会うクッキーたちを、僕が君たちの王になってあげよう。この侵入者がさ、いて、ヒーラー味クッキー、なんで殴るんだよ。ブラックレーズン味クッキー、今僕たちの敵は誰だい。クッキーたちじゃないだろ。一方的に心の扉を閉めれば、訪れた幸運をも逃すものさ。な考えだね。この僕、カスタード酸性味クッキーも平和を願っているのだ。どう見ても怪しいじゃないか。ブラックレーズン味クッキー、中へ通してあげよう。理由はわからないけど、僕のステッキは歓迎しているようだ。あんたのステッキが手でも振ってるってのかい。まったく、そう突っかからないで。はじめまして。みんな中に入って。私は腕を怪我して、いちごジャムがこぼれちゃったんだ。助けてください。僕も欠けてしまったところから粉が。少し席を外していただけなのに、待っているクッキーがこんなに。あの、こんなにたくさんのクッキーを一人で。ああ、こいつは腕利きの治療師なんだ。村のクッキーでこいつの治療を受けてないやつはいないほどだ。ブラックレーズン味クッキーの後始末がほとんどだけど。おだててやったんだ。少しは調子を合わせろ。僕がバニラ王国の王になったら、君を王室の治療師に任命することにしよう。それじゃあもっと頑張らないとね。しかし、今バニラ王国って言わなかったかい。バニラ王国はすっごく長い伝統を持つ古代の魔法王国なんだ。とっても大きくて魔法もすごく発達していて、クッキーたちを幸せにしたんだって。きっとお宝も山積みだったろうな。僕の回復魔法も、言うなればバニラ王国が残した宝と言えるだろうね。ヒヒヒ。それはすごい。ワッフルロボットと戦う時もその魔法を。王国の助けを受けられれば、今のように
怯えて暮らすこともない。勇敢なクッキー、僕にも教えてほしい。今バニラ王国はどこに？実はこの近くにあるような気がして探しているんだが、君たちは見なかったかい？なんだって、まさかあの上に存在する天空の城。天空の城？でもあそここそワッフルロボットの工場。赤い月が昇るたびに降りてきては村を襲うんだ。そんなところがバニラ王国なわけないよ。クッキーたちを襲うだなんて。まだ決まったわけじゃない。研究のためにももっと詳しく聞かせてほしい。ある日突然僕らの村の真上に現れたんだ。レーズンの崖に悪夢のような爆音が鳴り響き、雲は二つに分かれ、そこにはそう、まさしくあの音だ。ブラックレーズン味クッキー、早く今すぐ崖に来てくれ。どうしたんだ？赤い月だ。空がまた開き始めた。僕らも一緒に行こう。ブラックレーズン味クッキー、あっちだ。今行く。一面敵だらけじゃないか。空が開いたんだ。もうすぐワッフルロボットが湧いてくるはずだ。本拠地に突入して根こそぎ退治するチャンスだってのに。ブラックレーザー味クッキー、敵が多すぎるよ。今の状態でヒーラー味クッキーまで襲われたら。ここに残ろう。みんな防御の体勢を整えろ。傷を負ったクッキーたちが攻撃を受けたら終わりだ。ブラックレーズン味クッキー、僕たちも手助けするよ。僕の実力を見せる時が来たようだ。手助けだって？私たちはよそ者クッキーの助けなんて受けないし、今まで助けようとするクッキーもいなかった。あ、またレーズンの話か。でも初めてお前らを信じてみようと思う。あ、僕らに任せて。ブラックレーズン味クッキーがいてくれたら。そんなこと言わないで。ああ、弱音を吐いている場合ではない。長い間使わずにいた保護魔法、それを使ってみよう。大丈夫、僕らも一緒だよ。勇敢なクッキー、君なら耐え抜いてくれると思ったよ。私も手助けするから。みんなありがとう。絶対に引き下がらない。友達を守ってみせる。ワッフルロボットが逃げ始めた。ヒーラー味クッキー様、これもヒーリング魔法ですか？魔法は初めて見るよ。君すごい魔法が使えるんだね。僕にもわからないんだ。どうやったんだ？決意した瞬間、力が満ち溢れるのを感じたんだ。ふむふむ、君は素晴らしいクッキーだ。君にはふさわしい称号と報酬を。僕たちと一緒に行こうね。僕もそうしたいんだけど。あれ？
に現れたそれ、何、まるで魔法石のようだ。まるで生きてるみたいに鼓動を打ってる。宝石？私に起こしな！あ、ヒーラージクッキーのステッキに入ったぞ。少し前からステッキから振動を感じていたんだが、君だったんだね。これも魔法なの？ヒーラージクッキーは本当にすごいね。僕驚いちゃった。驚いたのは僕だよ。君たちが来てから驚かされることばかりだ。なんだかいい予感がする。どこへだって行けそうだ。よし、この調子でバニラ王国に出発だ。ニラクッキー、ピュアバニラクッキー。やっと僕を見てくれた。本当に長い間待っていたんだ。そうだったんだね。君の声は聞こえていた。でも誰かわからなかったんだ。君は真理の光、そして僕の中のもう一人の僕。ああ、やっと気づいてくれたんだね。君はずっとずっと僕に気づかなかった。僕は君を待ち続けていたんだ。これだけの力を持っていたにもかかわらず、何もできなかった自分が恥ずかしいよ。もう僕を受け入れる準備はできた？ああ、もう一度幸せを守るため戦いたい。そして過去の失敗を取り返すチャンスがあるなら、その時は。期待しているよ。でも驚かないで。きっと君が思うより僕の力は強力だから。ワッフルロボットの群れをかき分けここまで来るなんて、お前ら結構強いんだな。みんなで力を合わせたからさ。ここがレーズンの崖だ。そして空の開く場所。それじゃあこの大きな影が。天空の城。本当にあれが空に浮かんでんのか。おい、すごい。これがバニラ王国、間違いないよ。あれが、早く行ってみたいよ。ヒーラー味クッキー、君が来てから地面一帯が紫色になったよ。さっき手に入れた宝石の影響みたいだ。ステッキもどんどん熱を帯びているよ。きっとさっきの宝石が次元の扉の鍵になったんだ。光の柱が。みんな準備はいいか。隣のクッキーの手を離すんじゃないぞ。もちろん、ずっとこの時を待っていたんだ。バニラ王国の魔法なら僕は怖くない。誰も宝石と私の中を妨げることなんてできやしない。いよいよ僕の帰還を宣言し建国する時が来た。ブラックレーズン味クッキー、ちょっと待って。これお弁当持って行って。毎日ゼリーを少しずつ集めたんだ。お前ら、自分たちのゼリーだって足りないってのに。ありがとう。お前らのためにも必ず村の平和を取り戻すよ。もっと立派な治療師になって帰ってくるよ。ブラックレーズン味クッキー、ヒーラー味クッキー、気をつけてね。お土産待ってます。今だ、次元の扉に飛び込もう。バニラ王国へ出発。
とバニラ王国に到着だ。バニラ王国よ、王の子孫が帰ってきたぞ。早く歓迎会を開くのだ。僕がバニラ王国を見つけるなんて、またきっと最高の成果として魔法の歴史に残るはずだ。あれを見てよ、板チョコのように正確な寸法で建てられたウェハース様式の建物。街を歩く王国民の姿が目に浮かぶような。だから僕が言ったじゃないか、バニラ王国は世界一素敵な王国だって。そうでしょ。はあ、君の言う通りだ。なんだか懐かしい気もする。でも思ってたのとは少し違う。いちご味クッキーもそう思うかい？ああ、消費期限切れのバターの匂いがする。お宝の匂いしかしないけどね。宝はどこだ？最後に一仕事していくよ！あんたら、目的を忘れたわけじゃないだろうね。警戒を怠るなよ。おい、ダスタードなんちゃら、あんたが探してた赤いカーペットがここにあるよ。わあ、なんでわかったの？やっぱり王はカーペットの上で歩かなきゃね。赤い月の方にあるあの城が見える。きっとあそこがワッフルロボットの製造工場に違いない。じゃあどんどん進むぞ。どうせならでっかい宝箱のある道に沿って案内しろよ。誰もいないね。もっと奥の方でうんと盛大な歓迎パーティーを準備してるんじゃないかな。ゼリー焼いたり花火をあげたりさ。歓迎会が終わった瞬間に王国も終わりそうだな。静かすぎる。気を抜くなよ。分かってるよ。街の砂のように規則的なタイルの並びが見えるかい？ほら、あの家も見て。魔導士味クッキー、しっかりしろ。もっと周りに注意を払え。うおお、床がところどころ崩れて、気をつけな。自然に古びたわけではなさそうだ。プロコナ戦争の石炭の…どういうことだ。戦争ならとっくの昔に終わったんじゃ。大昔だけど、それ以来修理するクッキーがいなかったのかもしれない。みんな暗黒魔女クッキーに追い出されたとか。暗黒魔女クッキー、いいこと。このままじゃ危険だ。穴を埋めよう。これでよし、気をつけて渡ろう。うわあ、下に見える捨てられたものを見て、まるでおもちゃみたいだ。おお、こっから落ちたら一瞬で粉々になりそうだな。離れてる。あいつらどうしてるかな。ブラックリーズ味クッキー、早く。ああ、今行く。さて、ここにコインになりそうなものはあるかな。レッドチリ味クッキー、あたりをしっかり見てってば。おいおい、これはゴミ。これもガラクタばっかだな。なんだって、キラキラシロップコーティングに甘いクリームソケット、可愛らしいおもちゃ箱がガラクタ。君は誰？そんな、こんな場所にクッキーが。君たち、まさかクッキー。
かね。シップはどこに刺さってるの？気安く触んなよ。辛い目に遭いたいのかい？顔はまん丸、体は薄い。クリーム含有量は非常に低いね。僕以外のクッキーを見るなんてすっごく久しぶり。どのくらい？そうね、教えてくれるクッキーもいないもん。目覚めた、そこには空っぽの町だけだ。ここに一人でいるのは危険だ。僕らと一緒に行かない？私は反対だね。怪しすぎるだろ。一人なわけあるか。仲間を隠してるに決まってる。僕のこと何も知らないくせに、いきなり疑わないでくる。ああ、無理、気分悪い。君たちだけでどっか行ってよね。勝手にしな。知りもしないクッキーより自分の勘を信じるさ。おお、こりゃなんだ、いくらくらいするかな。え、いつの間に。こんなに精密なワッフルロボットの部品すら知らないの？お前ここにいたのか。ちょうどいい、宝をもっと見せろ。それが宝物なのは認めるけど、持って行ってもいいとは言ってないよ。僕に必要な部品なんだ、勝手に触らないで。やだね、私のわしのように素早い腕前で得た戦利品だ。喧嘩しないで返してあげなよ。あっちのアイスクリームが主成分のクッキーの言う通りだ。今なんて？そこのチリソース顔料約 13g のクッキー、よく聞いて。ここは僕の遊び場なの。ここにあるのぜーんぶ僕のおもちゃなんだから。王国に残されたものは全部僕のもの。優しく教えてあげてるうちに返した方がいいよ。納得いかないね。私の手に入ったら私のもんだろ。レッドチリ味クッキーに強敵現る。含有成分通り面白いクッキーだね。ちょっと聞いてもいいかな。ここに本当に一人でいたのかい？王国のクッキーたちは？知らない。王国が滅びたのは大昔だね。ていうか、なんで何も知らないの？そんな、こんなに大きい王国のクッキーがみんな消えるなんて。じゃあ君はどこから来たんだ？ね、どこかな。僕を捕まえられたら教えてあげる。君たちが鬼ね。待て！おい、遊んでる場合じゃないんだぞ。いやー、驚きが絶えないよ。この巨大な要塞はなんだ？喜べ民たちよ、バニラ王国の子孫が今戻ったぞ。ここが一番かっこいいから王の城にするぞ。わっはっは、僕の王国の建物はキラキラ眩しいでしょ。ご先祖様の王国なんだし、もう少し謙虚に干渉したら。いいのいいの、バニラ王国のクッキーたちは僕みたいに優しいんだから。見ればわかるよ。扉が丈夫なのを見るからにお宝がありそうだな。調べるぞ。何も狙わないでよ、触らないでよ。お、ワッフルロボットは眠ってるみたい。ここはワッフルロボットの工場なのかな。ここまで来た甲斐があったな。ここをぶち壊せばもう村は安全だ。
待って、何か書いてある。この文字はワッフルハウス建設用運搬用王国の防衛用って書いてあるけど、本来のワッフルロボットは攻撃用じゃなかったの。バニラ王国のクッキーたちは自分たちじゃこなせない仕事を任せるためロボットを作ったんだ。でも今はクッキーを攻撃している。戦争のせいで壊れてしまったのかもしれないが。ちょっと待って、ここにガーディアンの設計図もあるよ。そんな、ワッフルロボットは数百の精密な部品を半永久的な呪文をかけて作動させてたんだ。クッキーのようにスムーズな動作で27種類のコマンドが実行できるって。誇らしいぞ。僕が王様として詳しく調べよう。ヒーラージクッキーよ、ついてまいれ。近寄らない方がいいよ。心配いりません、この子たち寝てるみたいだし。で、だから壊すべきだって言ったろ。冗談でしょ。うわあ、逃げろ。やめろ。みんなこっちへ。ヒーラージクッキー、こっちに道が見える。僕についてきて。ヒーラージクッキー、しっかりと王を守れたね。君には大きな褒美を授けよう。僕の命の恩人だもん。それは良かった。で、この秘密の通路はどうやって見つけたんだ。悪くない能力だ。私と手を組まないか。分け前は10対0だ。いや、それはちょっと。ここからは道も整ってる。あっちに街が見えるよ。ちょっと待て、ワッフルロボットどこに向かったか見えるか。こっちは捨てられた村の方じゃないか。また襲撃が始まったんだ。村にはまだ他のクッキーたちが。ヒーラージクッキー、急ごう。ああ、何してるんだ、急ぐぞ。僕のステッキの中の光はさっき扉を開いた時に尽きてしまった。降りたらもう戻ってこれないかもしれない。村を守るのが先だ。戻ってくる方法は後で考えたっていいだろう。バニラ王国をもっと調べてから行かないか。ここにだって助けが必要なクッキーがいるかもしれないし、暗黒魔女クッキーだって。急にどうしたんだよ。お前は捨てられた村のヒーラージクッキーだろ。私らの敵は暗黒魔女クッキーじゃない、ワッフルロボットだ。さっき知ったばかりの王国の戦争の話にそんなに入れ込む必要ないだろ。知ったからには見て見ぬふりなんてできない。目の前で苦しむクッキーを助けないなんて臆病者のすることだ。私が臆病者だってそう言いたいのか。そんな風に思ってたなんてな。違う、ブラックレザージクッキー。この感じ前にも感じたことがあるよ。私を頼っているよ。あんた遠くを見ている気がした。あんたが治療所を守ってくれている間は本当に心強かった。でもこれ以
以上が私のわがまま。なんかね。待ってくれ、一緒に行くよ。戻ってくる方法はその時考えよう。来るな、頼むから私をこれ以上惨めにしないでくれ。ブラックレーズ味クッキー、待ってくれ。一人で走って行っちゃダメだ、ワクルロボットがやってくる。僕はなぜここに。ああそうだ、僕は失敗したんだ。友達を失望させ、民を守ることさえできなかった。自分の行動と結果にやっと目を向け始めたんだね、ピュアバニラクッキー。ああ心底情けないよ、とんだ役立たずだ。記憶を取り戻したって何も変わらない。今も昔も僕は。後悔に駆られるには少し早いよ。バニラキャッスルに戻って目を背け続けた過去を目の当たりにするんだ。もう自信がないんだ、これ以上傷つく心さえ残っていない。ここヒーラージュクッキー、気がついた？ワッフルロボットの攻撃を受けて倒れたんだ。無事でよかった。びっくりした。ヒーラージュクッキーも暗黒魔女クッキーにすごく怒ってるのね。じゃあ夢じゃなかったのか。ブラックレーズン味クッキーは一人で。うん、でもブラックレーズン味クッキーは強いから大丈夫だよ。僕らは早く暗黒魔女クッキーを倒して戻ろう。そうだね。おい、ヒーラージクッキー、こっちで会ってんのか。ずっと一本道だったのに、ここにはバリケードが設置されている。あれ？バニラ王国のクッキーがこんなの作るはずないよ。僕が来るって知らないのかも。きっとここの住民たちが必死に暗黒魔女クッキーの手から逃れようとして作ったんだ。でも最終的には侵略されてしまった。だからバリケードもこんなにズタボロなんじゃ。この近くに町がある気がする。早くこれを片付けて向こう側に行こう。さあ急いで。この研究結果によれば、この辺りにバニラ王国の首都があるはずだ。一番栄えた場所だから、きっと何か残ってるはずだよ。帽子をかぶり直さないと。古代都市をこの目にする歴史的瞬間なんだから。魔導士味クッキー。この町は、すでに崩壊したようだ。信じられないけど。どいて、この目で確かめ。まさか暗黒魔女クッキー、こんなの。癒しの泉も栄光の城壁も何も残っていないなんて。王が喉を潤すための水さえ残っていないっていうの？全ての魔導士に代わってこの僕が絶対に許さない。こんな大都市に粉しか舞っていないなんて、そんなバカな。誰かいませんか。誰か、あれを見て、広場の真ん中に彫刻が残ってる。タペストリーで見たのと同じ顔だ。ピュアバニラクッキー、こ
横で見ると少し不気味。覚えていてくれるクッキーもいない一人ぼっちの王か。キュアバニラクッキーを見せて。僕とどんなに似ているか近くで見たいんだ。触っちゃダメだ、ヒビが入ってる。ブラックレザージクッキー。うわっ、ここが崩れた。ヒーラージクッキー大丈夫？僕は大丈夫、ギリギリ避けられたから。ブラックレーズン味クッキーなわけないのに、バカだよね。なんだか地面の亀裂が広がってないか。地面が崩れる。みんな逃げて。広場が跡形もなく消えちゃった。少しでも遅れていたら危ないところだったよ。街を見回したけど、壊れた建物しかなかった。僕たちが知っているバニラ王国はもう存在しないのかな。今はみんなの記憶の中だけの存在なのかも。山のような宝も目にすることができないのか。廃墟が見たくてここまで来たんじゃない。みんな元気出してよ。僕が王になったらすぐにハッピーな王国を作るからさ。さあ、暗黒魔女クッキーのいる場所へ向かおう。ブラックレーザー味クッキー、どうしてここに。もう帰ってきたの？ヒーラー味クッキーは。みんなが心配で帰ってきたんだ。大丈夫か？みんな怪我は。君が守ってくれたからみんな大丈夫。君こそ体中傷だらけじゃないか。ヒーラー味クッキー様はどこなの？あいつはもう来ない。それより急ごう。村を捨てて遠くに逃げるんだ。でもヒーラー味クッキー様が、何をぼーっとしてるんだ、早く。レーズンクロー、何を運んできたんだ。これはヒーラー味クッキーのローブの布。あいつに何か起きたのか。やけになってあいつを置いてくるなんて、私はなんてことをしたんだ。待ってろよヒーラー味クッキー、すぐに行くから。捕まえたまた会ったね。君たちとかくれんぼしようと思って待ってたの。来るの遅すぎ。僕らは忙しいんだ、遊ぶ時間なんてないよ。ここにいると退屈なんだな。僕と遊びたくないって言いたいの？そうじゃないけど。君、よく見るとポッピングキャンディーが入ってるんだね。疑い深いはずだ。性格の特性は賢さ 70% と好奇心 29%。 最後に 1% 天才性が含まれてる。間違ってはいないね。君はここで何してるの？僕が作った設計図の再構成を考えてるんだ。この部品を使えばアップグレードできそうなんだよね。なんだって。でもそれ、僕が知ってる魔法とは少し違うんだけど。これはただの魔法じゃなくて魔法機械工学っていうの。洗練された設計で
命のない物体だって動かすことができる神秘的な力。試しにこのワッフルロボットを僕が生き返らせてみようか。それはたった今まで僕らを攻撃していたロボットだぞ。おっと、気に入らなかった？残念。マシンは本当に素敵なのに。力だってすっごく強いの。僕が後で見せてあげる。わ、今度は私が見つけた。そうだね。で、どうしてそこに隠れてるの？私恥ずかしがり屋で、こうしてる方が緊張しないから。いちごの香りが入っているのにおかしいな。おかしいの？もう少し自分勝手になったら？そうすればもっと強くなれるよ。でも今も十分自分がしたいようにしてるよ。どうしてそんなこと言うの？君はいちごシロップ 13% で結構な量が含まれてる。砂糖 7% が愛らしさを醸し出し、ピンクの食用色素がたっぷり。なるほど、面白い。機械を使って精密に分析してみない？僕の整備室に連れて行ってあげる。やだ、下ろして。いちご味クッキー、今すぐいちご味クッキーを返すんだ。こういう時に意気がるクッキーって大概口だけなんだよね。君、この中で一番弱いでしょ。なんだって。丁重に扱うから心配しないで。こんなに興味深い実験対象は久しぶりなんだ。それじゃあ後でね。やっと捕まえた、このクソ生意気なクッキーめ。うわぁ、捕まっちゃった。君たち、トロそうに見えて意外と早いね。僕たちを甘く見すぎたようだね。走るのは僕らの特技なんだ。早く、いちご味クッキーを返して。私は大丈夫だから心配しないで。勝手にして、分析は終わったから。思ったより大したことなかったし。いちご味クッキーに、どうしてこんなことしたの？君たちみたいな落ちこぼれクッキーが、僕の作ったワッフルロボットをどうやって倒したのか知りたかっただけさ。バニラ王国にワッフルロボットを放ったのは君だったの？捨てられた村を攻撃するなんて、どうしてそんなひどいことをするんだ。面白いじゃない。冷凍カプセルから目覚めたら、王国は廃墟になって大もち。僕がどれだけ退屈だったかわかる？その時、暗黒魔女クッキーが現れ、僕にワッフルロボットの研究を許可してくれたんだ。僕には魔法機械工学の才能があるってね。本当に素敵なクッキーだよ。僕は暗黒魔女クッキーが治める王国で暮らしたい。違うよ、クッキーの幸せはもう少し甘くてソフトなんだ。君をこんな風にした暗黒魔女クッキーがいいクッキーなわけない。何があっても暗黒魔女クッキーに王国は渡せない。君たちを分析しきったこの僕に勝てると思ってるの？レッドチリ味クッキー、ガサツさ 99%、 辛さ 1%。 おい、もう一遍言ってみろ。カスタード酸性味クッキー、純粋さ 70% に甘いクリーム 25%、 オーラしさ 5%。 よくわかってるじゃないか。
感なく勇敢さ 100%。 君が一番平凡だね。バカにしないでよ。僕はすっごく勇敢なんだ。はいはい、じゃあ実践といきますか。がっかりさせないでよね。僕が負けるだなんて、今のはなし。君の好きにはさせない。争いを楽しむのは良くないよ。もうクッキーと喧嘩しないでね。本気で戦うなんて、なんで負けてくれないんだよ。もう一回ね、もう一回。やっとクッキーキャッスルに到着した。中に暗黒魔女クッキーがいるはずだ。行こう。みんな、ここまで共にしてくれてありがとう。全力で僕が暗黒魔女クッキーを止めるよ。